プレイス小島今日開幕しました今季最後の開催です。男女混合戦による倉敷市議会議長杯、いよいよ初日ラストのカードが始まりました。メインカードは第12レースのガーコ選抜です。1号艇には森谷美穂、2号艇には森高一馬、3号艇には大池祐希、4号艇木下翔太、5号艇には中田源太に6号艇井上和樹、以上6選手の対戦です。6選手バック側での待機水面です。今回もコース争いはありません。1、2、3、4、5、6、定番通りの並び、こう一手の存在は白の枠番での登場となりました。このレース人気の中心に押されました1号艇地元の森谷、ゆっくりと1コース伺って2コース2番人気2号艇森高、3コースが3号艇大池、ここまでがスローとなって4コース下げてから1、4号艇の木下、その外5号艇の中田、サイアウト6コース前半7レースは2コースか差しての守護神スタート6号艇の井上和樹、進入スタイルはスロー3手ダッシュ3手枠なりです。現在スリット金肝落ちホーム、向かい風は1メートル前後、スタートまで残り10秒、最終第12レースガーコ選抜、インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。横一線綺麗なスイート待機となりました。センターで3号艇5号艇出てきますが、白い1枠インから向かいつ1号艇森谷、攻めては3号艇の大池、まくっていく、刺してくるのは4号艇木下、5号艇2号艇6号艇向こう止めに入りました。押し切ってのセット1号艇地元の森谷で2番手2番手しから4号艇の木下も、さらく5号艇の中田と2号艇森高、3号艇6号艇一緒にマークの世界、スタートは正常、競りかけて5号艇中田、一旦引いて4号艇の木下、握って2号艇森高の攻め、切り込んで内をついて6号艇井上、3号艇ホームに移ります。先頭1号艇森谷の後方、2番手さばいて4号艇木下、3番手の席5号艇2号艇並走、インコース5号艇中田、アドゴースは2号艇の森高で、レースは西目の1コーナー、2番手3番手は4号艇木下行く、握っていった2号艇の森高、内踏ん張ろうと5号艇中田源太は向こう止めに折り返す、注目は3番手5号艇2号艇香川勢、インコース5号艇中田、アドゴース2号艇森高、その後方離されて6号艇井上、最後方3号艇大池で、レースは西尾沼黒攻防戦です。フォーカスは3番手内子号艇中田、2号艇の森高の全速フルショット、さあどうだ、グイッと出るアウトコース、グイッとグイッと出たのは2号艇森高、リードは3停止、上段級は1、4、2、それも4番手粘ろうと5号艇中田、レースは残り1周、先頭は1号艇森谷、2番手は4号艇の木下、3番手抵抗するやってくる5号艇の中田を壊さし返す2号艇の森高で向こう正面です。取り返しました、さばきました2号艇森高、リードは4停止ほど、上段級は1、4、2、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。1台半ばしっかりと押し切った、先頭1号艇地元森谷美穂、2番手4号艇木下翔太、3番手荒瀬セリカットの2号艇森高和馬、3連単1、4、2、13.1倍、先頭1番森谷がゴール、2着4番木下、3着2番の森高ゴール、5番の中田、6番の井上ゴール、ラストは3番大池ゴール、以上小島第12レースでした。